ワンチャン打てぶっ刺さったらくらいか。おぉ、おぉ、次スタイルでどうでこれがだってまだ やべえ、しかもVCT しっかりこう始まっていない地域ですよ。え、作業台機だー。え、まずい。うわシルエット、オペレーター対決だ。どうだ、タトキの場合。うおーゼロ距離。うわー、ナビが落ちるのか、エドワードゲーミングが落ちるのか、ローアブラケット。うわー、マジどっちかつかわかんねえわ、これは。トライで見ていきます。まだそのまま進行してますよ、スモッキー。いった。おー、なんだこれ。ファーストカットスモッキー挟み込んでいる。スモッキー役のシャワーが落とされた。ジッパえらい、いい。素晴らしい。うわ、強っ。それ強っ。うまくドライ進行で挟んでいきましたね。あー、これ水月のポジションわかんなさそう。見てて、うっつー嘘やん。あ、ウルト使うんだ。 100% で取るラウンド、第3ラウンド。強すぎなんだけど、こいつ。後ろに下がらせている。位置を特定した。カスケード切り。うわ、偉いな、その目抜き。スネークバイト、スネークバイト狙い。おー、エース。エースマジかよ。うわぁ、これ EDG めっちゃテンション上がるだろうな。アラムボットはちょうどサイトの設置の場所にある。R そばってどんなん。いや、めっちゃいいよ。スタート。てか、そばめっちゃ好きやけど、うまいやつが使えば別に。なんかそれこそ、ファールそばってあんまりいっぱい出るわけじゃないから、分かりにくいし、リコンのポジション。後部設置、そこにはショックボルトを入れていきます。おっと、10番の距離によってスモッキーを落とします。5対4。さあ、カンカンは高台を取って、ワンピック取ってから下がっていきます。4対4の。フラグムービー撮る時のエイムしてるよ。ほど。サンは食らいますが、シャオの射線によってカンカンが落ちます。え、何でした？シャオ、ダブルキル、ノーバディ、上下の対応。何やってんの？What？ 何やってんの、こいつら。いや、これは良くないよ、本当に。つまらんぜ、頼む。相手が横ということもあってナビとしてはこれまずカンカンワイピック、ここワイピック、ほら2個もこれ2ミスしてる。これなんでピークする必要があるの、こんないいプランとしてんのに。いや、でもそう、中国チームの特徴だよ、本当にエイム強いからああいうとこ勝負する、マジで。あ、そう、それがまあなんか中国のめっちゃ、まあ、いいところっていうか理解できない強さを持ってるところなんだよね。でも俺はそれを良しとしたくないから、俺はその中国のそのこういうプレーを理解できないんだけど、だからこそなんでこんなに強いのか理解できないの。だから俺中国チームの評価がめっちゃ高いんだよ。その自分が理解できないからさ。強いよ、ほら、こういうとこ、こういうとこ、こういうとこよ。ただ A にもまだいる。あれ一人であのポジションまで入って打ち合って打ち勝つの結構意味わかんない。こういうの、こういうの。さあ、 C から B から流れていきます。エンジェル一回の勝負ができる。リコンボルト壊せない。しかし打ちない。ほら、ほらこういうの意味わかんないでしょ、意味わかんないでしょ、こういうの、こういうの。だから俺中国チームマジであんま好き、その戦術的な理解で言うと意味わかんないから、もう意味わかんないからのに勝つからやべえんだよ、本当に。こういうのまさしく。で、これも勝負する意味わかんねえじゃん。なんで勝負するの、プランデフューズ音聞こえんのに。意味わかんないでしょ、普通に。デビューズも聞こえないで勝負すんの。スモキーとチーチュー。これエンジェルが偉いんですよ。前に出る。その間にハンターのフューリー、取り返しを始めたいんですが、ただこの距離感。前に出る、シエレット。しかしここはカンカーです。残り11秒、設置まで持っていく。カンマウラ。うおぉ、やばそれ。設置をできたが、ダブルキル取っていくのはシャオです。気持ち抜きだったね、今の。シャオが重要ですね。2の2。エンジェル偉いな、武器渡してんの。ちょっとすごいね、これで輪郭は怪しくね。
のエンゼルの層は怪しくないか。ちょっと怖いんだけど見てて。これフラッシュホール受けなかったので警戒心はやや低め。ただスクリーンがあるので飛び出しづらい。飛び出そう。これはまあまあまあ。集中見ています。2個構える時間とかがさ、なんかこうやってずっと構えたままの時間めっちゃ長いよね。リア取りのカンカン、そしてショックダーツも雑いしね。あんまりさ、ショックダーツ知らないんじゃないか。ブルコマンドロックダウンが上がってフラグメントで少しのダメージを与えましたが、設置の時間は稼げませんでした。注目なのはスモッキー選手、そしてチーチュー選手の立ち回り。ロックダウン打たれる前提の立ち回りです。ここからサードです。ヌルコマンドサード。ロックダウン、ジッパン、ファーストブラッド。手前にはノーバディ、立ち回る、裏を回る、裏回る。いや、うまいね、これまあロックダウン。ハーゴンが倒されます。対する対策がちょっと難しい。さすがに裏も警戒しているシーレットダブルキル。さすがに難しい今のはロックダウンの対策。こいつのリコン怪しいってマジで。ねおかしくない？あんな体だしリコン打つの普通に死ぬけどな。オペ構えられてたらマジでやばいよ。もうエンジェル批判です。これはもう俺エンジェル批判ですよ。包み隠さず言いますけど普通にエンジェル批判です。こいつのリコンやばい。こいつマジだからね。もう頭おかしい。もうそう、もうやばいだろ本当に。エンジェルこいつ終わってるだろ。そしてカンカンブリンクアウトしたら右からもう一人出てきました。これはシネット勝つだろ。さすがに、さすがにシネット勝つよ。あー気づいたね。おお、お互い外した。えらいね、ジャンピックすんの。さあアングルのアドバンテージを取ったのはカンカンです。やめてくれ、やめてくれ、やめてくれ。これは危ねえ。これは釣り。いやもう怖いわ。構えるだけでも、構えるだけでも怖いわ。離婚設置完了。高いところノーバディ、これは上がっていたんですがここはシャオが抑えます。まあ、あとはハオドンとカンカンに委ねるのみ。でもスモークないからワンチャン打ってぶっ刺さったらくらいか。おお、カンカン。もうめっちゃリコン変わへるじゃん。ブレードストーム切った。裏から奥から狙う気が。え？振り向いた。わあ、びっくりした。今2枚抜きかと思った。これが、これが世界よ、ヒーローズバイだ。これでキルジュヌルと打たれてそれで負けたらおもろい。うわ、強いね。エンジェル、エンジェルあえてドライで上がったんですけれども警戒されていましたね。ただ中にはジッパンがまだいる。実は手前にいるジッパン。オペレーターの射程としては難しい。うわ、簡単ね。アサルトみたいなピークしますね。ブレードストーンを切ったシーレット。うおお、What？ マジで当てるな。カンカン？当たった。次、体力50。おー。さすが。さすが。世界ナンバーワンのオペレーターでしょう。さすがだわ。間違いなく今大会最高の命中率ですよ。これちょっとカンカンやべえ。もうマジでさ、イキリオセンカンえぐい。それがめっちゃいい。フラグムービー欲しいみたいな。これがだってまだやべえ。しかもVCTこう始まっていない地域ですよ。え、作業台？絵描くつもりやん。こういう選手たちが東京で ZMJJ、これは兄の名前をねしっかりこう使って弟が引き継ぐ。 KK はカンカン、 ZMJJ は兄貴。そういった心も引き継いでいます。もちろんシーネットもそうです。シーネット逆から読んだ名前は兄貴の名前、シーネットは弟、はい、自分の名前ということで2人とも兄貴の心を引き継いで戦っています。ワンオツースパイクドロップ残り15秒。おお、いい抜きだ。え、まずい。うわスモッキークラッチプレイ。そうやん、全員が関与したラウンドでした。制圧道が分かっていたのも大きい。今エンジェルダーツ見せてないよ。綺麗に入れた。ナノスワームで足止め。
パレットコース。その間にシャオは裏を回る。正面での打ち合いはノーバディ。正面での打ち合いはハオドン。エドワード・ユーミン。正面で分かっている。ハンダツフィーリーで足止めをしている間、後ろからシャオが襲いかかってくるが、後部がある。後部がある。ハンダツフィーリーで一人が倒すか。体力が残っている。シャオが入ってきた。時間がない。いいねー。いいラークや。これは打てない。打ちよ。エンジェル、この隙間を狙っています。来た。ナビの10本目が見えてきました。めっちゃ好きやん、めっちゃおもろいわ、マジで。A 中から、チーチュー、横取った。おぉ、いいタイミング狙った。下を乗っ、おぉ、しかし、スモッキー赤塚、体力確保。でーれん、来た、エンジェル。いや、これエンジェル勝ちます。理由は簡単。ローヘルス。もうダーツがない。エンジェル勝つよ。負けた。ちなみにこれあんまいいピークじゃないな。相手ロー HP であれしゃがみながらピークするのマジであんま良くないと思うわ。まあでもどうなんだ、ヘッドラインずらしながらピークって考えたらいいか。オペレーターを持っているのはカンカン。Cネットが特に厄介ですね。基本的には重いと言われているこのリテイクでのオペレーター、カンカンであれば軽いでしょう。うん、軽いねこいつのオペ、マジで。俺のオペレーターはアサルトライフだ。全距離対応ショットガン。しかしここは水月抑えた。ワンベイワン、またワンタップが出るのか。重要なワンベイワン、スモッキーまたクラッチ出るのか。解除してないのは分かった。うますぎ、うわうますぎ、タレント置いた、うますぎ、うわうますぎだろ。ラストワンタップってお前カッコつけすぎだろ。これラストやばくね、これ一発。かっこつけすぎだろこいつ。惚れ惚れするような半分なんです。エンジェルがチーチを抜く、レコリング返し。やはり取れないのか、やはり取れないのか、エドワード・ユーミン執念のダブルキル。体力ないよ2人とも。これいやこれ無理だわ。フラッシュもスキルもなんもない。後部解除、当たれてるシーン。これ体力11。え、これワンチャン歩くね。弾がない。あー OT。トゥインジルハーフアーマジャンピクチーチュー重なった、見えなかったですね。削ってますね。インジルの体力は見るです。またシャオこの位置、またインスモークシャオ、トレイルブレイザーすれ違った。帰れない、帰れない、看板裏やばい。体力本当は今これ一発耐えれたのに。エンジェル弾設置はできません。あ、まあ、頭で死んだからね。頭で死んだからあんま関係ない。ハオドンが少し前に出た。横ついてますね。スモキ横を取ったか。スーケツのカバーがすぐさま入りました。ホールのカンカンが重要だ。シューネット対カンカンはシューネット。俺のことは忘れてないか。俺が本物のオペレーターの使いだ。しかしノーバディカバーに入った。ワンオーツー、うわ頭に入ってる。ハオドン、ハオドン、ワンベイワン抜かれるが立ち回りを変えた。あえてリドだ。うめえ絶対グラビティウェル来るだろうと。うまい、うわぁ人数状況5対3。設置は止めれない。多少のダメージは当たりました。リコンボルト、ここは壊される。いや、1人を移った、そこ。ああ倒せない、捉えきれませんね。設置はできました。シューレットのオペレーター、一人が取られた。2人目カバーに入ったショー、カンカン、シューレット、オペレーター対決だ。どうだ、タツジの場合。うおー、まだまだまだ、これあとあとだ。ワンワン、うわこの少人数戦が熱すぎて言葉が出ないですね。いやそれは大パン出るわ。大パンしました。いやこれは大パン出るわ。あと一歩で捉えられていたはずなんですけれども。第29ラウンド、シネとオペレーター。ダービー、え、エンジェル、お前まさか。ブリックアウト、帰れない、帰れない。シネと勝負の時、勝負の時、ゼロ距離。うわあ、さすがにね。ただ十分すぎる削り。
時間は稼げた、人数も分かった、そして人数は優勢。うお、綺麗すぎだろフリック来たかっけー。このうちでジッパー、うわあ、15対14、最初のスモーク力、そしてオペレーター、ここですね、何も見えない状態でファーストブラッド、そして手前にはシーネット、そしてここのノースコープ、ここノースコープ、さすがのシーネットでしたね。このオーバータイムでさまざまな手札を見せているこの A メインのオールドローンですから、カンカン手前だ、情報取りに行った、どこから出てくるかわからないの、シーネット外したな、カンカン、フラッシュ、これ勝つな、そこ勝ちますか、フラッシュで先に射線を置いてたのはシーネットですよ、しかもカンカン立ち回って今度は A 側に B ロングのコントロールを取る方法がナビにはありません。しかしカンカンが A 寄った際B 側に進行していくのがナビです。ここは情報がないんだ、うわカンカンそれ当てる、パワーあるな、 B にもカンカン、 A にもカンカン、もう B 行くしかないじゃんと、ナビは B にシフトしていく、ブリンクを使ったよりが早い、さあカンカン一応復讐した、キルを取って気合十分、ロリキャラクターが頭に入れるか、ダブルキル取れない、ちゃんと音聞いて、ここはカンカン3人目、ブレゾンさんを切った、俺がディレクトだドゥこれだけ離れたフリックうん世界最高峰のスナイパーです。会社の離婚はノーバディ看板までは入った、アビリティで進めない、うわ進めない、エンジェルファーストブラッド、カンカンも体力が少ない、35の体力、タレットコーチャーシーネット、うわハードしっかり捉えた、そしてジッパーの下にいるのは把握した、クラスからスモークあるが、ここは2オン2、うわ時間ないね、強気の設置、残り7秒、スモークのポジショニング、ここのクロスの射線を打開できるでしょうか、ナビスモークで隠した、飛び出した、ナノサーブ通過できない、時間もない、この距離持ち替えた瞬間ジョーティー、うおーオーマイガー、完璧だ、見たびマッチポイントはエドワードゲーミング、僕らはこういった国際大会がなかった、自分たちの力を試したい、どこにいるのかを試したい、そういうふうにカンカンも言っていました。ナビに対して現在は16対15、うわ気持ちいいとこに行くね、マップ取得の第一歩、ファーストブラッドを取って5対4、相手のオペレーターがローテするのを分かっていて、あえてアビリティを壊しに来ましたね、レガーのトレイルブレザー情報を取っていきます、大きな情報です、寄っていくカンカン、恐ろしいでしょう、シーネットは過去味わっています、前に自分を避けたこと、しかしカンカンは自ら行く、避けて通れないカンカン、進めない、カンカンを避けては通れません、ノーマリーカンカン、ブレードソーブサイドキッド、うわエドガワゲーミング強っ。やっぱエドガワク最強だわ。いややりましたね、まずマップカウント1。